福音書はイエス・キリストの原稿録である。通常は新約聖書に収められた福音書記者による4つの福音書を意味する。その他にトマスによる福音書などがあるが、聖典として認められなかった外転文書である。日本聖教会では福音業とも呼ばれる。これは福音書を方針例において読まれる祈祷書の一つでもあると捉える考えに基づいている。 福音、あるいはエウアンゲリオン、エヴァンゲリオン、あるいは、ユーアンゲリオンは、ギリシャ語イプシロン、アルファーガンマガンマラムダイオタニュー、ユアンジャライオンに由来する言葉で、良い知らせ、グッド、ニュースとなる。つまり、マラトンの戦いの勝利の伝令のような戦争の、勝利や出産など、喜ばしいことを伝える手紙などを指した。イエス・キリストの十字架形と復活の後、イエスの弟子たちは、 神の国が到来したというイエスのメッセージを世界に広げるために布教を始めたが、これを弟子たちは良い知らせと呼んだのである。四福音書中最初に書かれたマルコ福音書はその冒頭をイエス・キリストの良い知らせの始めで書き出している。イエスの原稿録という意味でなく、良い知らせという意味での福音という言葉の要例は、パウロのコリントンの信徒への手紙一十五、一に見られる。 そこでパウロはイエスの死と復活こそが福音であると言っている。このことからもわかるように福音書は単にイエスという人物の伝記や原稿録ではなくその死と復活を語ることが最大の目的となっている。聖典の福音書において見られるイエスの生涯における主な出来事としては以下のようなものがある。誕生イエスの少年時代 宣令者ヨハネによる、受選、荒野の誘惑、参上の説教、ユダヤ各地での布教、変容、エルサレムでの演説、最後の晩餐、逮捕、裁判、十字架刑、復活。福音書という言葉が、現代のような特定の文学ジャンルを指すようになったのは2世紀のことであった。155年頃のユスティノスの著作の中ではすでにこの、用法が現れ、 117年頃のアンティオキアのイグナティオスも、そのような意図で、福音という言葉を用いていると見てもいいかもしれない。イエスの十字架系からの復活以降、いくつかの福音書が執筆されたが、その中で新約聖書に聖典として受け入れられたのは4つであった。最初期のキリスト教神学者の一人、エーレナイオスは4つの福音書が特別な地位にあることを力説した。 彼は、著作、異端反爆の中で、一つの福音書しか受け入れないキリスト社グループや、新しい目視文書を受容した、バレンティアヌス派のようなグループを非難している。エーレナイオスは、新約聖書の四福音書こそが、教会の四つの柱であるという。四つ以上でも、以下でもないと四が、東西南北の司法位などを表す重要な数字で、あるという。エーレナイオスはさらに、 エゼケール書一章に現れる四つの生き物を4福音書の夜型であると見ている。ここから4福音書の福音記者のシンボルが生まれた。16世紀のキリスト教伝道以来、福音書も含めて聖書は様々に翻訳されてきた。キリシタン時代はイエズス会などのカトリック宣教会が日本で19世紀にはプロテスタントの宣教師たちが中国などの国外で、 日本語への翻訳事業を試みている。開国後は、ヘボンらが、組織的な翻訳事業を起こし、その結果が明治元分けとなった。その後、聖書協会の主導で、対象解約、口語訳新共同訳などの解約が作られ、これらが日本語の中で広く知られる翻訳となったが、聖書ことに、福音書は、多くの個人や組織によって日本語に翻訳されている。 正教会の金層福音料正教会においては、福音料を金色などに装飾し、遺コも加えられることが多い。これは、視覚的な象徴表現を多用する正教会にあっては、福音料も視覚的な象徴表現の対象となり、教会にとって最も重要な教典でありかつ、イース・ハリストスの言葉、イース・ハリストスそのものを表す、福音料は、方針例にあたって、 美しく示されて当然であると考えられてきた伝統に基づく。新約聖書に収められた福音書以外にも福音書と関される著作が存在するが、これらは外典福音書と呼ばれる。外典福音書のほとんどは、聖典のものより後の時代に成立し、一部の信徒によってのみ用いられていたと考えられる。ありがとうございます。